はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、以前飲んだ、ビール。外国のビールですね。それの、会社の作った、モデロエスペシアルというやつですね。こちら。原産国がメキシコ。でですね、後々知ったんですが、コロナビールと、このモデロ社っていうのなんだけど、モデロ社が作ってる、のがコロナビールだったみたいですね。これも作ってるけど、前回のやつも作ってるんですよ。うん。だから、まあ、メキシコではかなり有名なね、まあ、コロナビールとかを作ってる会社はモデロ社という会社みたいですね。容量が 355ml、アルコール度数 4.5%。原材料が爆発ホップとコーンと酸化防止剤となっております。ちなみに値段は140円で購入しました。なんか最近ね、こういうの多いらしいです。なんかね、賞味期限間近のやつとかを、安く、コロナビールとか売ってる店が多いみたいですね。なんか、ドンキとかでもよく見かけたっていう人がいるんで。うん。前回の黒ビールっぽいやつはちょっと甘かったんですけど。さあ。それでは皆さんご唱和ください。乾杯。コロナビールがこれ甘いわ。だけど前回のなんだっけ、なんとか、かんとかっていう、ビールよかは甘くないですね。ネグラモデルか。そして今回食べていくのカラムーチョのタイ産カラムーチョ、うん、カラムーチョはね、ビールに合うんですよ、うん、実に、うん、うまい。まあでも味わいとしてはまあコロナビールか、甘くてなんかまったりとしたまろやかな感じ。うん、コロナビールの方がや割とシャープな味わいでね、ドライな感じで、こっちのは口当たりがマイルドかな。うん。まあでもやっぱり、コロナビールと、前回の黒ビールとモデロ、これ。まあ3種類のうちなんで、やっぱコロナビールが一番うめえな。うん。まあドンキホーテとかでね、賞味期限間近のやつがね、売られてるらしいです。うん。なんで飲んでみたい方はね。まあ、これも、それだったんですけど。賞味期限が少ないやつ。うん。これ賞味期限が、賞味期限がこれ7月の23日だから、あと2日かな。あと2日ですね。賞味期限。うん。うん。美味しい。
まあ、メキシコのビールといっても、まあ、コロナビールがやっぱり、なんか一番コーンの味が強くて、こっちはなんか甘い？なんか甘みがあるんだよな。なぜかこの甘みがある。ちょっとなんか苦いというより逆に甘い。この謎のこの甘みがある。まあ、コロナビールって、まあ、ほら、普通にさ、コンビニとかで売ってるやつ買うと高えじゃん。250円とかするじゃん。バカバカしいよね。まあでも、賞味期限間近で安くなって販売されるっていうのはありがたいですね。うん。140円とかで、ね、売られているのは、めちゃくちゃありがたい。うん、でもやっぱこのなんか、この甘みがな、甘みが甘いちょっとあれですね。なんか謎のこの甘みのある。この甘さ。これは好みが分かれそうですね。何なんだろうな、この甘みは。なんかやけに甘いというか。まあ自然な甘さっていうかね、強くはないんだけど、まあ若干の甘みはねあります。コク、香り、普通、これに、はい、3433です。ご視聴ありがとうございました。